最初のローンチにはそんなに数は必要ないんですよ。たくさんの人を集めて、たくさんの人に売るっていうのは後でやればいいんです。それよりも、まず、その自分の見込み客、誰なのか。それを最初のローンチで定義していくことが大事なんですね。で、コミュニケーションしていくことによって、その人たちが何を求めてるのか、っていうことを知って、その人たちの求めてるものを提供する。 ただとも子さんは最初に予定した商品じゃないものをオファーしたわけですよね。それは7日間のチャレンジに集まってきた人たちのその各々の人たちの持っているウォンツとニーズを聞き出した、それに見合ったものを商品として提供したわけじゃないですか。それでいいんですよ、最初のローンチは。まだその商品が自分のね、自分の価値、形として商品として世の中に出ていないっていう段階で。 最初からたくさんの人を集めてたくさんの人にどうって考えない方がいいんです少ない人数で構わないです自分のことを信頼してくれる人自分のメッセージに共感してくれる人そういった数少ない人を集めてそしてそこで自分の最初のテスト商品をテストとしてオファーするっていうところからスタートしてく <music>